寺田次郎11月4日から2002年3月17日は、日本の裁判官、第10代最高裁判所長官、愛知県出身、旧政姫寺高等学校を経て、1938年、東京帝国大学法学部を卒業。司法官司法となりも、すぐに大日本帝国陸軍に招集され、法務大員として、終戦を迎えた。 福音後は1947年に京都地裁に勤務した後、1949年に最高裁民事局勤務、最高裁事務総務局長、大土地裁所長、東京高裁判事を経て、1974年に最高裁事務総長に就任。1976年5月に日本共産党スパイ左門事件が国会で取り上げられた時には国会に呼ばれ、 国政調査権が確定判決の逃避、事実認定、財刑の逃不等などを調査するのは司法権介入になるかとただしたのに対し、寺田は1948年の最高裁裁判官会議の議決から確定判決の逃避を調べるため国会が承認関門を行うようなことは的確ではないと答弁した。1977年11月に名古屋高裁長官、 1978年7月に東京高裁長官を歴任。1980年3月22日に最高裁判所判事に就任。就任の時に裁判官はいくら理屈が立派でも結論が実感からかけ離れていてはダメ。庶民的なところをこれからも心がけると話した。1982年10月1日に最高裁判所長官に就任。 最高裁長官時代には一票の格差問題に取り組み全国4カ所の高裁で判断に差異がありこれらが上告されてからわずか半年で最高裁大法廷判決を出し国会に対して怠慢を是正して早期是正を強く迫った1984年5月の憲法記念日を前にした記者会見で最高裁の意見審査について 一般論だが法律の合憲性について条件をつけ法を制限解釈することで将来法の解釈運用が実際に動かされひいては立法に発展することもありこれは一つの意見法令審査権の作用だと考えると述べたこの寺田の憲法限定解釈論は一面は結果的に現状追認型となり 制度的な改革を目指す当事者としては強い不満を残した。また、1971年を最後に中断していた司法収集終了式を1983年4月に行った。1985年11月4日、定年退官。1987年君一等局日、大受賞受賞。2002年、急性心不全のため86歳で死去。 息子の逸郎も裁判官となり、最高裁判所判事を経て、2014年4月1日、第18代最高裁長官に就任している。ありがとうございます。